パリ五輪、閉会式、12日、フランス競技場、閉会式が行われ、日本選手団は184名、選手91名、本部、監督コーチ等93名、が参加した。写真、センスめちゃくちゃかっこいいじゃん。平野美宇も亜美もみんな手にはセンス。ノリノリで青い出る。公式ウェアを着用し、陸上やり投げの金メダリスト。 北口春香とブレイキンの刺激 i g e x が騎手を務めた。現地21時開始と夜遅いとあって、激闘を繰り広げた卓球勢は男子チームや16歳、張本美和の姿はなく参加は早田ひなと平野美宇だけ。早田は、私たち二人は開会式に出られなかった。思い出になるかなと二人で来ました。来てよかったと笑顔。センスを手に入場した平野も、 開会式に出られなかったので雰囲気だけでも楽しい、と頷いた。今大会、早田はシングルスで銅メダル、女子団体で銀メダルを獲得。平野も団体銀メダルに貢献した。閉会式ではリラックスした雰囲気で、早田が何やら爆笑する様子もあった。17日間の大会で日本は目標に掲げていた金メダル20個を獲得し、米国、中国の40個に次いで3位。 メダル数は銀12個、銅13個を含めて計45個だった。